平野紫耀魅力的なファッションと鍛えられた腕でフォロワーを魅了。日本のエンターテイメント業界で輝く若手タレント、平野紫耀26歳、が彼のインスタグラムアカウントを通じて独自の魅力を発揮しています。彼はかつてキング・アンドスのメンバーであり、その活動から多くのファンを魅了しました。 そして、滝沢秀明さんが代表を務める、とべ、への合流を発表し、その新たなステージに期待が高まっています。本記事では、平野紫仕様の最新のファッションスタイルとファンから寄せられる熱狂的な反応について詳しく取り上げます。平野の仕様のインスタグラムアカウントの活用。 平野の仕様はインスタグラムを活用し、自身のファッションセンスや日常をフォロワーと共有しています。その最新の投稿で、彼はルイ・ヴィトンの秋物コーデを披露し、その魅力的な姿勢と鍛えられた腕を披露しました。この投稿は、その内容と熱狂的なファンの反応について詳しく掘り下げていきます。ルイ・ヴィトンの秋物コーデ。 平野の仕様の最新のインスタグラム投稿では、彼がルイ・ヴィトンの秋物コーデを披露しました。このコーディネートは、彼のファッションセンスの高さを示すものであり、多くのファンから賞賛を受けました。今の長袖シャツと同色のショルダーバッグを組み合わせ、特にその鍛えられた腕が際立っています。 シャツをまくって、におだちする彼の姿勢は、その自信とカリスマ性を表現しています。このコーディネートによって、平野の仕様はファッション界での存在感を示しました。多彩なスタイルの投稿。平野の仕様は、単なる一つのファッションスタイルにとどまらず、様々なスタイルを披露することでも知られています。彼のインスタグラムアカウントでは、 秋物コーデ以外にも、ストリート系やカジュアルなプリントシャツアンパンツのコーデなど、様々なファッションスタイルが紹介されています。これにより、彼は多様性を持ち、ファッションの幅広さを示しています。ファンからの熱狂的な反応。平野仕様のインスタグラム投稿には、驚異的な数のいいね、とコメントが寄せられました。 わずか1日で90万を超えるいいね。が月1万8000件以上のコメントが寄せられました。これらのコメントからは、彼のファンたちの熱狂的なサポートと賞賛の声が伝わってきます。以下は、一部のコメントの抜粋です。紫輝くん表紙おめでとう。どれもこれも素敵に着こなして、もう本当にかっこいいです。 腕も筋も全部好き、腕組みの筋がやばいです。この腕っぷし、大好物。もうお腹いっぱい、どれもかっこいいね。嬉しくて笑いが止まらないわ。これらのコメントからは、平野の仕様の魅力が彼のファッションだけでなく、彼の体格や姿勢にも関連していることがわかります。彼のファンたちは、彼の個性的な魅力に夢中になっているようです。結論。 平野の仕様はファッション界においてもその魅力を発揮しており、彼のインスタグラムアカウントはその窓口となっています。彼の鍛えられた腕や自信に溢れた姿勢は彼のファッションに一層の魅力を加え、多くのファンから熱狂的な支持を受けています。今後も平野の仕様のファッションスタイルや彼のエンターテインメント活動に注目が集まることでしょう。 彼の輝かしいキャリアがさらに発展することを期待しています。